皆さんおはようございます。飯沼秀樹です。今日はちょっと雨降ってますが、これから六甲ミーツアートの会場まで行こうと思います。今生田神社というところの近くに泊まりました。ここに2泊しようと思います。でちょっと雨模様ですけれども、じゃあ皆さんよろしくお願いします。神戸三宮です。今時刻は7時ぴったり。ここから通勤急行のこの電車に乗っていきます。六甲に結構綺麗な電車ですね。お父さんケーブル下16番のバスで行きます。ちょっとエンジンの音がうるさいんですけど、ここが六甲ミーツアートの、ケーブル下駅、駅からだいたい15分くらいでしょうかね。バス一体ね、どこに何の作品が展示されるのか、今のこの待ってる時に分かるといいなと思うんですよね。で、SNS で写真も投稿するコンテストがあります。フォトコンテストですね。六甲ミーツアート、ハッシュタグ六甲ミーツアート行ったよをつけることで、参加できます。で値段ですけれど、鑑賞パスポート3870円、会期は9月の11日から11月23日火曜日祝日まで。で料金が車で上に行った場合はだいたい2500円、それでケーブルカーとかあのバスがセットの場合は3870円ってなってます。よろしくお願いします。山頂展望台、あそこが駅で、でここから山頂の展望台なんですけど、ここにも誰か展示してあるのかな。なんかありますね。ここに写真が、なんか写真があるけど、これそうなんだろうか。あ、でも海が見えますね。おお、むちゃむちゃ静か、すごい気持ちいい。やっぱここはいいね。これは清水千秋さんっていう人の作品ですね。震災の後に、ファッションなどの絵を撮ってるみたいです。すごい素敵ね。これですね。ここのこのバスに乗って、いろいろ回っていくんですが、いろいろあって、今ここはケーブル三条山上駅、三条ステーションで、今はまあだいたい時刻表は、20分に1本くらいかな。安藤忠雄の風の教会っていうのがオープンするみたいです。大人が2500円で子供が1000円、当日パスポート。はい、こんにちは。六甲有馬ロープウェイ山頂駅で、ここから見えるあそこ、あれが六甲しだれなんで、あそこに僕の作品展示してあります。朝だとガーデンテラスに来ないので、ここから歩いて、行くそうです。あそこまでどうやって行くんだろう、そこの道行くのかな。六甲有馬ロープウェイ山頂駅、いやここから有馬温泉に行くっていうのもね、手だよね。ここには展示してないのかな。霧が立ち込めてきた。旧パルナソスの休憩小屋、19、20、21、24、番号が僕のあれで、ね、多分こ22か23が僕の番号だと思います。じゃあ行ってみましょう。あ、ここにも25番があります。藤田よし子さんの作品どこにあるんだろう。これかな、これかな、藤田よし子さんの作品、ダイヤモンドリリー。あー、絵もね、こうやって、自然の中に展示することができるんですね。もう一個ありますね。あ、なんかこう人物像をテーマにして、何、油絵かな、なんだろう、花言葉が書いてあるって、いろいろ 見えていきます。で今度こっちに青い絵が書いてあります。藤田よし子さんの作品ですね。なかなか雨が降ってないのでまだ十分いける。パチパチきた。矢印でこっちって書いてあったから、この駐車場の方登ってみると、これがなんだ、ガーデンテラス。ドローン飛ばせるかな。食べるとこがあるんでね、お願いします。やばい、まだ開いてない、受付終了。どうしよう、誰かに開けてもらわなきゃ作品見れないよ、チェックできないよ。
あーそうですか。あ、閉まってるから入れないと思ったんですけど、人が見えたから。ラッキーです。よかった、ありがとうございます。どうぞどうぞ続けてください。あ、おはようございます。え、何、あー行きます行きます、会いに行きます。あー薄井さん、夜間作業、何、寝ずの作業したの。そうですよ。お疲れ様です。え、佐々木さん佐藤さん、佐々木さん、初めまして、撮っててもいいですか。はい、初めまして、よろしくお願いします。行ってみます。滑りそう。これ六甲しだれも最高なんですよ。ここ入るんだよね、ここ。今展示作業中ですけど、何が起こるんだろう、何がここで行われるんだろう、楽しみ、超楽しみ、超機械的。なんだ、佐々木君奈さん、育みの源。もうすごい、もう、はい、皆さん分かりますか。あ、上だ、上にあったこれだ、これは綺麗だぞ、これ見て、これ上から光が入ってくるのをすべて受け止めてて、ゆっくりと動く。ちょっとアップでいきますね。あ、そうなんですね、はい、素晴らしい。風で動くんですね。風で動くんですね。ふわふわって、うわ、上から釣るのむちゃ大変じゃないですか。なんか高所作業員の方が、うわすごい。今ドローンをやったら風で飛ばされちゃって、なくなっちゃいました。ドローンを喪失、1万5000円くらいのドローンがなくなってしまった。もうしょうがないよ。そんなわけでもう諦めよう。